先週の日曜日の夜は、はい、雫石の、はい、映画伝道いたしました、はい、駅の近くの雫石公民館ですね。雪の中、寒い中でしたが、はい、初めての方が来てくださり、はい、また久しぶりの夫人が来てくださって大変感謝をいたしました。最近雫石ほとんど来なくなったんですね、ゼロに、はい、ということで場所を変えたんですね。変えて一人の夫人がやってきました。その前一人の旦那さんも来ましたけどね、はい、以前来ておったあの夫人がその会場のすぐ真ん前に実はうちがあったんですね。そして初めて来たあの夫人にあの誘われてきたらしいんですが、はい、あの、はい、私たちを親しくしておった夫人が来てくれて本当に感謝しました。何人いらっしゃるんですかね。マザーテレサですね。マザーテレサなかなかこれ人気があるんですね。どういうわけかね、あのカトリックのインドの女性、はい、選挙区、はい、選挙区います州当選、はい、それから、はい、一日飛んで火曜日は、はい、藤沢町に行きました。はい、藤沢町は、はい、90歳越した、はい、おじさんと、はい、それから、はい、この309人の殉教者が起こったあの大川越地区の、から来てくださる、お母さん娘さんがいつものように来て、またあのクッキーを焼いて、そして私たちをあのお茶を出してですね、あのもてなしてくださるというありがたい方です。おじいちゃんは時々庭の野菜を持ってきてくださいますけど、まあ、何かやっぱり持ってこないとあの無料ですからね、あのちょっと敷居が高く感じるんでしょうかね、はい、そしてもう一人 の, あのガイドさんを長年やっておった、はい、この女性も、はい、来てくださって大変感謝をいたしました、はい、ということで、はい、この地にはあの4名な非常に、忠実といいますかね、はい、方々がいてくださって感謝します。それで金曜日は遠野の集会を、はい、遠野の役所市民会館のその音楽室でやりました。あ、花巻の礼拝に今日来て、ご用意しておってくださる、はい、その姉妹がいつも来ておってください。あと何人も方がいますけどね、あ、まあ、日中ですからね、はい、これない方もいるでしょう。感謝します、はい、今日のお話の題は、はい、エレミアの45章。ちょっとこの聖書朗読の場所、修法の場所だ、はい、訂正してあったんですけどね、はい、訂正しはゆられたんでしょうかね、はい、45章の1節から5節。今日の説教の題は、ああ哀れなこの私というね、はい、哀れなこの私という、なんとも哀れな今日は題でお話をいたします、はい、今朝の教会学校の、はい、説教者は、はい、すぐ目の前にいる吉田博士君ですね、はい、博士君何を今日話すかなと私も、はい、首を、目を、ね、耳をそばらして聞いておりました、はい、そうしたら兄弟が、はい、それでは今日最初に質問をします、ね、とこう言いました。そしてイエス様は、はい、水を、ね、結婚式で水をあるものに変えましたけれども、はい、4択にします、はい、水をコーラに変えましたでしょうか、はい、それから水をお茶に変えましたでしょうか、それから、うん、あ、お茶をサイダーに変えたでしょうか、はい、4番目お茶をブドウ液に変えたでしょうかつってね、うん、そして、はい、教会学校の、はい、メンバー、その一番の中心メンバーは、はい、浦部幸乃さんと真子ちゃんの2人のわけですね、はい、ということで、はい、大変私もあの感動したと同時に、うん、吉田博士君変わったなと思ったんですね。吉田博士君変わったなと思って、ね、何が変わったんでしょうか、豊橋兄弟、何が変わったと、どう変わったと、豊橋兄弟も変わったらしいんですね。この間の私のこのね、私といっちゃあんまり寝ごうまになりますけど、水泳を私やめたっていうね、そしてあの、教会行くようになったという話をしたら、
これを聞いたおかげでですね、お父さんから言われましたけど、はい、牧師さんのおかげで、ね、うちの子供がサッカーをやめておったんですけど、再びやることになりましたのでありがとうございますということで、その豊子のサッカー部でやってるんでしょうか、それが私の気がかりになりますけれども、まあ、変わってくださったということでね、まあ、あの私の方は水泳部辞めましたからね、はい、豊子も辞めたって別に大したことはないぞと、ね、いうことが私の狙いだったんですけれども、はい、さらなる大いなる狙いはそれは、ね、カムバックして、ね、さらに忠実になってくれればという願いももちろんあったわけですけどね、はい、広志が変わったんですよ。豊子何が変わった、あなたも変わった、優しくなった、うん、優しくなった、どういうふうに優しくなった、確かにそうなんだ、優しくなった、どういうふうに、誰に対して優しくなった、うん、誰、声がかすれてる、声が割れたんだ、みんなに対して、みんなに対して、そう、みんなもそうなんですけど、やっぱり特にこの2人のゆきちゃん、まこちゃんに対して優しくなったと。今まで表示広くに素晴らしいメッセージが当たっておった、非常に論理的な、私から言うと、ね、100点満点、すごいなと、ね、東空学院、進学部出ただけのことはあるわとこう、ね、内心私も、ね、喝采、拍手しておったんですけど、うん、だけど、その素晴らしいメッセージが、このゆきちゃん、まこちゃんには届かないわけです、芸的なメッセージ、うん、そうなんです。ゆきちゃん、孫ちゃんにとっては今日の彼のメッセージは、はい、イエス様は、ね、結婚式で、ね、水を真ん中に変えました、何でしょうか、コーラでしょうか、ね、サイダーでしょうか、お茶でしょうか、最後はブドウ液です、うん、そして、はい、まあ、ブドウ液だということになったわけですね、そして、はい、イエス様は、はい、水をそのブドウ液に変えたんですけれども、はい、この結婚式で、ね、このブドウ液がなくなっちゃったんですよ、問題が起きたんですよ、ね、うん、問題が私たちの生活で起こったらどうしたらいいでしょうかということをあのこの2人に孫ちゃん、ゆきちゃんに聞いたわけですね、いえお姉さんゆきちゃんとこう聞いたわけです、うん、ゆきちゃんの答えがすごかったんです、感心した、はい、神様のところに持ってくる必要がある、こう言ったんですよ、問題が起こったら神様のところに持ってくる、100点満点の返事を彼女がしたわけですよ、あれ立派ですって感じが彼も言ったわけですね、はい、それで今日のお話はこれで終わりですって言ってね、さっと終わったわけです、感動しました。何が合ってるかというと、今日自分の目の前にいる人に対して、ね、生きた必要なメッセージを語ったと、こういうことなんです。今の私も皆さんに対してこれが求められているわけです。吉田博君を批判、ね、あるいは、ね、褒めたりしておりますけれども、はい、私にもそれが、はい、突きつけられているわけです、はい、そして皆さんも今日信仰者、神の子供として今日どのようにして生きていくかということが、はい、今のひろし君の奉仕と同じように求められているということをぜひとも覚えてください。今のこの平成25年西暦2013年、はい、3月今日は10日、明日は11日になって、ね、大震災から2年目の記念日を迎えようと、はい、あの大震災にね、岩手、はい、そして宮城、福島の多くの人たちが、ね、自分の、ね、土地を、お仕事を、家族を奪って、奪われて、ほとんど全て奪われちゃった、はい、いや今も毎日のようにそれやってますでしょ、ゼロでない人ほとんどいないわけですよね、うん、子供、父さんが亡くなったとかね、もちろん建物も全部なくなっちゃった、ね、新築したばっかりのものも全部なくなったとかね、それも多いわけですよ、ね、父さん母さんもなくなっちゃったとかね、じいさんだけが一人残るとかね、私みたいに一人残されたってあるわけです、うん、何をこれ
神様は私たちに語っているかというと、この出来事を通して、はい、そうですね、私たちがより頼んでいたものが全部取っ払われてしまったということなんです。昨日私ね、市内の病院行ったんです。開業医、ね、いつもは赤十字病院っていうんです。昨日はね、2カ所の泌尿器科の医者をね、2カ所探したの。1カ所は家内が入院してた場所、ね、はい、山田泌尿器科。もう1カ所は、あ、そう、あそこもそう、国会議員やってたイスルイスルイさんのこの、ね、教団やってるイスル議員の泌尿器科ですからね。で、山田さん、ね、イスルイさん、山田さんそれ一体出かけに行ったり、そういったお客さんがたくさんいた。やめた、ね、仕事があるからちょっとそんな言ったりできない。イスリさんいた、イスリさん少なかった、よかった。イスリさんで見てもらってね、見てください。どうしますか、ね、何か腫れ物が出る、ね、はい、なんだこれは、ね、はい、でこの麦をあげます、ね、何個あげます、これを、はい、塗って終わりですとか言って、なんだと思ってね、すごく私も心配して出かけていったわけですよ。ね、このまたガルの再発でもあるのかとかね、そうでもなかったらしい、うん、風呂に入る回数がどうも少なかったらしい、ね、そんなことでまあね、病院行かなくちゃなんない、ね、そういう体に起こる出来事もそれは深刻ですけれどもね、はい、2年が経ちました、はい、神様私たちに何を語っているんでしょう。一言まで言うと、はい、吉田博士君の言葉もそうなんです、ね、今必要な言葉、はい、神様は私たちに語っている今この時のために神様が語っている言葉をしっかり捉えて、はい、そしてこの言葉を信じ、言葉に従って生きるということです、